籐工芸は籐というヤシ科の植物を使って作られた籠や椅子などです。素材となる籐はラタンとも呼ばれ、軽くしっかりとして壊れにくく弾力性に優れています。昔籐は弓などの武具の補強にも使われておりました。その後明治時代に入り、中国から籐家具の製造技術が伝わり、さらに東南アジア産の籐が手に入りやすくなったことで籐工芸が盛んに行われるようになりました。最近では曲げ、網、巻きといった山形に伝わる昔ながらの鶴細工の伝統技法を取り入れながら、現代に合う新しいデザインのものも作られています。まず最初の工程は、使用する籐を専用の機械を使って切断するところから始まります。次に長さを切り揃えた籐を鉄製の箱に入れて蒸気で蒸していきます。籐は蒸して柔らかくすることで曲げても折れにくくなるのです。蒸した籐を大きな型に一本一本はめ込んでいきます。一見簡単そうに見えますが、力の入れ方によっては籐が折れたり割れたりしてしまうので、経験を積んだ人でなければ難しい作業です。このまま形が崩れなくなるまで乾燥させます。微妙なカーブはガスバーナーで熱を加えながら、専用のため直し棒を使って少しずつ曲げていきます。こうした作業を何度も繰り返します。バラバラだった部品を組み立てていきます。籐は丸い素材なので、釘を打ち込むところがずれないように気をつけます。専用の染料で色付けしていきます。籐の木目が生きるような染料を使用します。このまま1日かけて乾燥させます。いよいよ完成が近づいてきました。この巻きの作業は部品のつなぎ目を頑丈にしたり、製品の飾りのために行われます。巻きつけているのは細い籐を裂いて作られているものです。巻巻き、筋入り巻き、元禄巻きなどいろいろな巻き方があり、いずれも高度なテクニックが必要です。最後に艶出しと表面を保護するための塗料を全体に吹きかけ、乾いたら完成です。何もない状態で自分の手を動かして、でだんだんと形になっていく。で、完成すると自分が作ったものが本当に、形になったものが生活の中で使われる、そういったことになっていくと非常に、こうやりがいというか、そこにやりがいというかですね、そういうものがあるかなというふうに思いますけどね。まあ、大変なところとしては、手仕事ということもありまして、一つ一つの作業を習得していくのは多少他の仕事よりは大変なことかなというふうに思います。海外の製品が非常に
安く手に入る時代ではあるんですけど、こう日本人の持ってるこの感性とかですね、そういうものを生かした日本で作ったものっていうものをぜひ今後見直していただきたいなというふうに思っております。